ください。いや、そう、体重違います。あれ、すごかったっけ。いや、でもいいの、うん、いいの、いいの。なんでこれは決まり事じゃないから。うん、あ、自由なんだ。自由なの。フリーダムでいきましょう。ヒョウのピースインミュージック。はい。あ、ヒョウたちのピースインミュージック。はい。オッケー。オッケー。はい、そんなことで始まりましたが、今回実は、うん、はい、実はですよ、これ、はい、まず謝った方がいいんじゃない、あんた。あ、どういうふうに。それ言うんだ。ちょっと待って、もう無理だ。もう今これで、ね、実は、今ね、田畑くんが誕生して、はい、おー、田畑って言うと思ったのに、いや、笑いやがったから、もう。バレちゃったよ、ね。もう無理だね、うん。なんで笑っちゃった、今。あの前回、うん、僕が来た時に、うん、高橋くんってあの来たじゃないですか。来たね。ちょうどラジオやってたんで、うん、僕も参加したんですよ。したね。したら、うん、そのファイル、なくしたとか言うんですよ。そうそうそう。だから、どうやったそいつよ。ちょっと待って待って待って、そんなふざけてるの本気で謝ったの。あの、まあ、みんな、一瞬、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、真剣に言うから。分かったんだよ、真剣に。ちょっと待って。だから、説明を経て、やらないと分かんないでしょ。そうそう、俺が軽く説明してあげるよ。うん、だこの間、うん、田畑くんが、うん、高橋君これ、完成すると結構。これ、前回ね、撮ったんだよ。うん、で、高橋君って田畑くんが来て、うん、お、久しぶりじゃないって、はいはいね。超熱い話したの。で、ラジオ、今まで田畑くんと何年もやってきて、うん、田畑くんがあの作業没頭するようになって、うんね、で僕とふみくんがやるようになって、はいはい、田畑くんが来たのにゲスト、うん、俺僕ゲストなのみたいな、そ う, です、ね、でそういう話で花咲かせたんだよね、花咲かじいさん、花咲かじいさん、次は花咲かじいさんしといて、うん、ラジオ終わった後になんか気になるんだよね、それ終わった後に、うん、僕と田畑くんが、うんうん、編集作業をしてるから、うん、高橋くんちょっと高橋に2が、うん、編集ちょっとしといてっていうラジオの、うん、はいはい、ね、うん、そしたらやたら、うん、高橋2と、うんうん、田畑の声が小さいからですね、うんうん、そうね、そうね、原因を挙げればいいんだけど、うん、原因が原因ね GAIN、そうそう GAIN、原因、それをやるつもりが切って厚くしようとしたんだよね、そうそう、重ねたりしてね、重ねたりしてね、でそのまんま保存してないで終わっちゃって、うん、結局でっかい俺の部分が残ってちっちゃい二人の部分が全部消えたって一人で喋ってる、一人で喋ったり、一人ラジオだ、あれ俺ちょっと聞いてみたけど意味全く分かんないよ、うん、そうね、うん、この間俺さ、そうなんだよね、だからね、あそこ行ったじゃん、そこそこおかしいんだよ、もう俺一人だから、もうその場がないから一人芝居だよ、ほんとね、結構盛り上がってね、聞かせなかったんだけどね、うん、聞かせたかった、あれは、ね、意外と意外とね、頑張ったね、頑張ったね、そのネタちょこっとだけあったで言おうよ、うん、言うよ一個は、うん、まず関西人の話をした、あ、そう、関東対関西、うん、関東対関西ね、これね、問題発言したんですよ、ね、高橋一が、うん、まあ、それはまた話しよう、後で、あ、そうそうそう、関東対関西のバルサスね、バルサスバルサスそれと、あとしたのは何、あとは北斗の拳、あ、そうね、北斗の拳、すいません、わちょう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 、これまたちょっとしなきゃいけない話で、あとはみんなのほら目撃報告、ああ、そう、あ、目撃報告ね、知らない間にあそこに誰々といたでしょ、あ、それね、じゃあそれやる、いや、同じことやって面白くない、いや、面白いことをそこで復活するんですよ、それだけやろうっていうことがあって、それを全部消えてしまったのよ、うん、そうね、それで選手できなかった、うん、はい、ね、うん、あとあのブログに対しての熱いこう、あ、それもやる、あ、ね、ビロやった、それもやった、それはでもそれこそやらなきゃ、そう、昨日ほらブログ書いたの意味わかんないじゃん、そうそう、ね、びっくりしたよ、どうしたの昨日どうしたのえ、なんでどんな、いや、だってあんなにね、うん、もう10日ぐらい書いてなかったんですよ、いきなり書き始めたから、そう、いきなり書き始めて4つ5つくらい書いてる、そうでしょしかももうおかしいよね、わかるわかる、なんか、うん、マシンガンのような内容とかでもね、そうそうそう、俺もね思うんだよ、うん、俺頭おかしいんじゃないかな その沈黙があってのか、あの爆発わかんわかん、爆発だから、本当に余震がない、あとありがとうございます、僕のあの誕生日のこと書いていて、あ、ね、ありがとうございます、もうすごさほっこりした気持ちになった、本当もっこりしたもっこりした後に爆発したいきなりマシンガンで書き始めたんでねそう、俺ね、何があった、何かあったでしょ、本当なんもないの、本当、じゃあ、ほ、あ、まあ、あった、振られた、振られない前に、うん、前にいろいろあって、昔の、うん、昔いろいろあるじゃないですか、まあまあありますよ、いろいろあって、うん、それで
なんかちょずいたこと書いてるってちょずいたことダメ、そういうことを言うとおり言っちゃうからまあでもそういうのをたまに思い出してイライラするんですよ、まあね、うん、思い出しイライラ、思い出しイライラ、思い出しイライラ、そうでアプローチしたの俺一回前に、えお前はこうだったねみたいな、うん、女の子に違う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 昔言った人たち仕方をされましたからね、へえ、うん、そう、うん、だから本当にどうしようかなと思って、そうだなまたね、消しますからダメですよ、わかりますか本当に俺でいつかやべえそれもダメですよもっとダメですねすげえな、ほんとマシンガントークがね、そうですね、ダメですよ、でもあれなんもないですよ、みんなは何かあったんだろうって絶対思うよね、うん、僕だって思いました思った僕が思ったんだからもっと思いますよ、ほんとなんもない、あ、そうそう、うん、なんか嫌だすんなと思ったから嫌だすんな男の子の生の日だったんだろうねあ、そうそうそう、それあるっていう知ってる、だからそれ なんか嫌だする、うん、なんか嫌だするってあるんだよね、今日も俺高橋通りすげえ嫌だったマジになってくんだよみたいなお前早まっつっただろうと俺ね5時ぐらいから8時半ぐらいまで3時間あんまり待つことが好きじゃない高橋ワンが3時間半待ってたんですよ、そうね、待ったね、それでイライラすんなと思って俺言ったよね高橋さんに前に、うん、約束した日は連絡取れなくても向かってくれっていう、うんうんうん、帰るんだよ連絡取れなくなったら、なんかもう覚えねえのいつもだってもうということで1個言ってですか、うん、高橋ワン、高橋ワン俺ね俺、うん、連絡2週間取らないと解散するって言い出しますから、うん、あ、おちょっタイミングだもんそうだね、それは前、それね、うん、じゃあいいよ、俺も言うバカよ、いいよあのね、だいたい、だいたい、じゃあ2週間、うん、2週間連絡取らないと解散するするとかね、オッケーオッケー、いや、いや、しますか、オッケー、面白い、面白い、それ面白い、だけど2週間するのはお前もおかしいいやでもそれはないや、それはない、まあね、でも思うけど、まあ、笑い話ですけどね、そうなの、そうですね、俺ね、その時の心境言うと、うん、だいたい1週間は、うん、あいつ何してんのかな、頑張ってんのかな、でそれが7日間、ね、7日間8日目で8日目になると、うん、あいつちょっと最近舐めてねえよ、だいたいね、ちょっと嫌なし始めるの、ね、9日目9日目、もう解散しようかなお前なんもう身にならない気がする10日目、10日、フミどう思う相談する11日目呼び出そう12日目、それで最後は、うん、そうだよね、頑張っていこうもう何回も繰り返すもういい加減にしろよね、もう3回くらいありましたね、あれだったね、4回目はねえぞまあまあそういうことで、うん、ね、7分になりまして、はい、高橋くんタジタジになってんじゃねえよ、いやいやいや、あ、こんだ高橋くん、昨日さ、ブログ面白かったでしょ、俺の、うん、バッチリ、どんなこと書いてあった、ね、うん、聞くなよそんなこと読んでくれなんでだから聞かないのね、本当にね、あ、うちらは理解をしてたけど、うん、書いてることを俺ね、てなかった、話してる時に思ったの、うんうん、これ読んでたらきっと ここで突っ込むだろうっていうのがあるじゃん、うん、一切触れないのそうね、ドンタッチミドンタッチミ触るな的なぐらいの勢いだったから一回聞いてみようかなと思って、うんうん、やられちゃった、正直なことを言った方が可愛いよ、どう、すいませんっつって読んでませんでしたってあの正直言うとね、うん、読んでないと、ごめんなさい、うん、本当ね、今日1日目なのに解散する早いな、連絡を取ってるときはい、まあそういうことでですね、うん、いやどうでしょう、久々にね田畑君とラジオやったんですけど、うん、まあ先週もやったんだけど、まあ、先週もやったんだけど ね、うん、こっちのせいで、まあ、どうですか、ごめん、あ、そう ね大丈夫ですよ、大丈夫ね、はいはい、もう泣かすなよ、泣かすなよ、泣かすなよ、あ、違う、泣きたいのこっちだよで、うん、ちょっともうコンスタントに行きたいんで、前回ラジオで話したことって、まず僕思うんですけど、うんうんはい、田畑君ね、勢いが全然足りないの、あ、そう、うん、勢いが足りないと相手を勘違いさせるよ、さっきの、うん、ほら何日間か連絡取らないとこうなるって言ったのあったじゃん、うんうん、あれガチ、うん、あれガチなんだけど、あの話はガチだったんだけどでもそれにしても、うん、勢いがないと勘違いされるの、あ、例えば、うん、出し方が悪いと、出しか、うん、そう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 、じゃあそれの本当にこれ俺が正しいってこと今証明します、うんうん、北斗の拳の、うん、あたた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 たやったあるでしょ、これって今俺すげえ攻撃してない、してるね、同じ言葉を田畑君言ってみてください、あーたたたたたたやられてるでしょやられてるよねそれ完全に同じ言い方なのにやってる側とやられてる側がここで芽生えるの、これね、一生懸命超攻撃してるよ、あーたた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 それむちゃくちゃ痛がってるじゃんこれ万人の人が痛がってると思うよこれ、じゃあ俺の後にそれ言ってみて、その後に高質、
俺もいる。待って、だってじゃあね、袋だらけにされた。あ、まあわかんない。うん、じゃあ俺とフミが、うん、田畑対決なんだよ。じゃあ俺からやっちゃう。最後は高橋忍者おもちゃじゃない。最後そうだね。じゃあいくよ。あたた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 
いやでも声高いの俺だよ。そうね、まあ、確かにね。声低くすればいいの。あたたたたたたたあたあたたたたたたあたいいじゃんいいじゃん。ちょっと痛がってな、ふみふみやってあたた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 こんなん焦ってるよ。焦ってるって感じだね。いや焦ってる。だから分かった、これ言いたいことは、うん、言い方一つで同じなんだけど、うん、受け身にもなるし攻撃にもなるってことなんだよ、うん、マグロだよ。マグロ、よりによってマグロ。まあまあ、ね、まあ、そうでしょ、そうですね、うん、だから、うん、もったい損するよって、ね、やる気があるのにやる気ないと思われるんだよ、うん、あたかあたあたたあたなんか少しずつね、攻撃になってきて。やっぱ慣れてくると慣れなんだよ ね、 ね、慣れなんだよね。フミも慣れてくる。あたたいや俺の目で同意は求めちゃダメ。結果論だからこれ。今すごい ね、 もうね、あたたもいいし、あたたもいい。でも、うん、前回、うん、これをやった後に、うん、僕に暴露話してくれじゃないですか。あそこで女の子の名前言ったんだよって。ああ。したね。あのね、いいですか、いいですか。まず一つ、まず一つ、うん、特定の人がいます、はい、特定の人がいます、うん、それにまずい。そうですね、はい、まあね、うん、あ、そう、あ、でもその北斗の件は、うん、そういうことでもういいじゃないですか。いいですね。で、うん、2人とも攻撃バージョンになったんだね。そうね、僕も、はい、いいじゃん。じゃあそれ終わり。じゃあ次、ちょっとあのユリアーでしょ。まだ北斗の件。そう、それはいい。はい、まあまあまあ、だって、はい、俺ね、さっきもラジオで言ったんだけど、はい、これ2本目なんですよ、今日俺、はい、ラジオ、うん、で、北斗の拳の話したんですけど、はい、ユリアって知ってる、うん、女の子、うん、北斗の拳のフィアンセ、うんうんうん、ちょっとごちそうなんじゃない、ごつくないよ、ね、ごつくないのは、外人だけですから、ごつくない。全然ごつくない、本当。でその人がケンシロウっつって、うん、ごめんとかで見投げちゃうんですよ。あ、そうね。そうするとケンシロウはもう、あ、もちろんユリアユリアってなるわけで、やるね、確かにロックが入りました。まあそういうことがありましたけどね、うん、ね、破計画。で次は何の話でしたっけ。何の話っていうか、僕の、うん、昨日、昨日の話していいですか。いいよ、ラジオだから。僕あの昨日、うん、まあ、ブログでも書いていただいたように、うん、誕生日だったんですよね、うん、今日11月1日です。これもアップするのもうちょっと後かもしれないですけど、うんうんうん、で、近いからこっちにしようか。一生懸命、自分の誕生日だけど、うん、なんですか、曲作りをしてたんですよ。うん、してるよ。してなかったら問題でしょ。したら、したら、次の日、したら次の日、シートが、そう？え、何これは？あ、あら、そんなことされたの？そうですよ。これ僕の昨日の誕生日ですよ。待ってこれ、字から見て。じゃあね、俺ね、将来、うん、俺探偵やろうと思ってたの、うん、だから俺この字だけで誰か分かりますよ。誰ですか。俺ですね。このシートのいたずら書きは完全に俺ですね。マジね。いや、そんなことないし、それ。これ踏みっぽくね。いや、俺なら、これね、本当に、ね、今朝ね、うん、気づきましたよ。なんで、あ、まあ、今朝乗るときに気づいて、うん、今朝気づいたってこと、昨日されたわけだよ、うん、はいはい、僕誕生日の日に、うん、そりゃないよ神様。それで、うん、これはもう、うん、高橋君に見せるしかないと、うん、そうだね。これでも伝えがたいね、伝えがたい ね、 ね、うん、まあ、単純に言えば、まあ、シートにいたずら書き、シートにね、うん、いたずら書きでマジック、黒いマジックで言うな。あ、いや、ピーないよ別に。さっきも言ったんですよ、うん、みんなチンチンとか
かそういうものをみんな恥ずかしがってるから、うん、そういう名前がもううずもれてくんの。えでもご飯とかみたいな、ご飯とかじゃ あれですよ、洋服とか男性器はいいんですけど、うんうん、常識はダメなんです、うん、あそうなの、放送禁止用語的に。誰が決めたの、多分そういうもん。それ前に放送禁止用語ですよね。あそうなんだ、はい、だからその男性器は別に良くても女性器はダメなんです。あそうなんだ、怒ってたよ。ボボでいいんじゃない。これでもひどいでしょ。で、ね、神様を恨みましたよ僕は。ひどいね、はい、ひどい。そういうこと書かれたら どうやって消すの、ね、これもう完全にもう消えないマジック。場所的には座ったらそこの場所には当たりするから、まあね、ネームプレートみたいなもんみたいな。場所ここですよ。場所、ね、場所教えてくれる感じにはいいけど、ね、あじゃあまだ書いたままなの、書いたまま、もう下行ってみ見てくれば。もうそれでもあれだよ、母ちゃん見たらどうすんの。本当にダバダバこの子頭おかしくなる。あんまり来ないと思ったらこの子が頭おかしくなっちゃう。ダバダバ久しぶりに来てるのねってバイクあるわねって言ってみたら、ちょっと見てこれ。はあ、もう出入り禁止って感じだね、これ。うん、きついね。泣いちゃいますね。まあ、ありがとうございます。いやいや、帽子ありがとうございます。誕生日プレゼント。ね、いやいや、全然。いやいや、はい、ロイス・ブイット。ロイス・ロイス・ブイット。ブイットットン。iPhone ケース。iPhone ケース。ロイス・ブイットットン。正直に読みすぎじゃない。私からの近況報告でした。はい、そういうことでした。ね、はい、高橋君どうぞ。僕の近況報告？近況いらない。前回のもう本当に挽回したいわけで、北斗は終わった。終わった。でブログのことも終わった。ブログはですね、うん、前回のラジオの時に田畑君に言ったんです。書けよって。言われたね。言われたの。もう本当に書け、なんで書かないの？読んでる人が一、うん、人でもいるならば、うん、それは。うん、書くべきだ。それは俺が前言ったことなんだけど、俺が言ったことっていうのは2日後には消えるんだよ。でも消失語録読者1人、うん、僕が毎日見てるんで、うん、最低限1人はいる、アクセス1はある、だからもっとあるけど書くべきと、そうですね、そうですよね、だからそういうことで書き始めて、うん、で僕いつも飛ばしすぎなんだよね、うん、そうね、一番最初にブワーッと書いちゃうから飛ばしすぎてすぐ息切れしちゃう、うん、そうなのそうなのそうなの、熱しやすく食べやすいですね。そうだね。そうそう。行動もそうだし、頭もそう。ダメダメダメ。ダメ。うん。だもう少しずつ制御しながらやっていかないと。続けていかないと。ね、あの、人ってすごい、早いことが。でも、マジで、ゆっくり長いこと書くじゃん。あれに近いかなって俺最近自分で思う。まあまあ、いやいや、間違ってなるからね。まあ、今日の 5連発くらいは、確かにそういう経験がありました。ね、じゃあそういうふうに思われるかなと思うんだけど、それを思いながらも自分で書いてるんで、うん、自覚症状ありなんで大丈夫です、うん、でもダメ、うん、見てる人は見てる人は あれはあくまでオフィシャルですから、うん、公人ですからね。そうですよ、はい、公人、公人ってどういう意味、うん、公の番人、公人虹の番人、金曜日の何とかね。そういう話ですね。いやいや、もう公のね、うん、あ、公の人っていう、そうそう、あ、まあ公立ってないから大丈夫。火曜のダンジョン。何の番人だ、つうかこれラジオそれにするんだお前。やってまいりました、火曜のダンジョン。パズドラやってる人は面白いですけど、やってない人は分かんないです、はい、うん、意外と強いね、番人、番人強い、番人強い、日曜の番人強い、火曜日ね、うん、はい、火曜日頑張ってください、うん、紫っていうか、うん、七色のやつ結構強い、七色の、そう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 、うん、究極進化に必要です、ね、うん、俺今3台持ってるよ、3台持ってるよ、俺今12台ぐらい持ってる、持ってるの、持ってるの、それはもういいや。でその話終わった、あと前回何した、うん、もうないか、ブログは書きなさいって田畑君に言われたから書きました、うん、あ、はい、あの高橋通君の、うん、あのアイスの棒ペロペロ、あ、ペロペロね、棒ペロペロ、棒ペロペロするやつね、棒ペロペロ、これ説明しづらい、これもあれも流れ的だから良かったんだけど、あれ、まあ、説明し直すと難しいです、簡単に僕が言ってあげるよ、うん、あれ田畑君が、うん、田畑君の家で編集、違う、高橋通の家で編集したんだよ、編集しに行ったの田畑君が、うん、そしたら
お疲れさんって、うん、これ帰り食べなよって言って、うん、高橋君、高橋2が田畑君にプレゼントをあげた、うん、それはガリガリ君の当たり棒だったっていう、ね、だけどそれを女の子にコンビニ行ったら店員が女の子で、うん、それを女の子に出すのがちょっと恥ずかしいな、うん、なぜならそれ一回ペロペロしたもんだから、まあ、ペロペロしたもんっていうことと、うん、その60円のアイ62円のアイスを、うん、このおっさんが出すのがね、ちょっとね、交換するのは、うん、ちょっと世間的に恥ずかしいんではないか、うん、そうだね、羞恥心がね、羞恥心がね、羞恥心だって羞恥心、今日みんなピだね、でもダメだと思うから、いや違う違う、今日あれだよ、ばっちゃんがさ久しぶりに来たからでも嬉しくてしょうがないんだけど、いやでも先週も来たけどね、言うな、今さばっちゃんが来たから嬉しくてしょうがないんだって違うよこれです。今そういうふうに、そういうふうに聞こえたの、すげえなと思って。それ言ったらすごいですけど、それ言ったら炎上します。炎上しないっすよ、もう。いやいやいや。暖かいですよ。暖かいですよね。暖かいですよ。大事にしたいですよね。そうです。適当に。なんでそんな二人とタジタジなの？いや、今日は。うん、たぶん辛口すぎてる、心がちょっと病んでる、病んでるからダメダメそれダメダメそれダメダメ俺病んでないんだけどね、ちょっと病んでるっていうかね、うん、今日はオープンすぎるんだよね、ちょっとね、オープンすぎるね、うん、いや、あ、うちはでも、いやでもね、うん、イケイケの時は、うん、そのテンション上がったりとか楽しい時は、うん、そこまで出ないネガティブ発言、あ、ほんとネガティブじゃないよ、うん、だってねえバカ野郎そっか、甘いもの食べてね、疲れ取れるからゆっくり休んだ方がいいよ、そうだね、はい、じゃあアイスだね、うん、いらねえよ当たり出たら持ってくるからね、何も棒棒、うん、ね、ペロペロしてこいよ、何をアイスを、あ、ダメだったね今ね、やっちゃった、今俺もやっちゃったわ、もうダメだね、完成品聞いて完成しろでもこれあれですよね、うん、やりながら思ったんですけど、うん、先週の方が盛り上がってましたね、うん、先週の流れは面白かった、うん、ね、みんなテンション高かったしね、高かった、ジュリアーっつってね、そこはもういいんじゃないかな、いい、あと5回ぐらい言いましただってケンシロウのあれを3日見て、ほんとかわいそうなんだから、うんうん、まあ、僕との剣の漫画を見ろってこと、そう、うん、ほんとかわいそうで、あの引き裂かれた感、うん、確かにね、うん、引き裂かれたが、何やってんの、神話って思う、一巻、一巻から最終巻まで読んだ、いや、見なくて大丈夫、一巻から10巻ぐらいで大丈夫、あ、そうなの、最初の方で、うん、で、一回、一個が、一つがそのエンディングとオープニング抜いたら24分ぐらいしかないから、うん、え、アニメ、いや、アニメで、アニメの、アニメの、あ、ま、ま、単行本じゃないと、アニメ、アニメ、うん、もうすぐですよ、そう、ユリアーなんでだよみたいな、こんな弱々しくないけど弱々しくない今ね、あれ入ってたよね、え、操作線入ってたよね今、あ、連動無視ね、連動できません、連動できません、2014年東京に、お、2014年すぐだもうあと2ヶ月後です、そうですね、はい、時間迫りましたよ、22分、30分で終わらせましょう、うん、お、あ、ね、まだ8分もあるの、8分もあるよ、8分もある、ね、他何話したっけ、他何話した？もう大体言っちゃってもね。これ編集すげえめんどくせえな、さっきの消すところ。あ、そう。言わなきゃよかったね。いろいろ。でも消しちゃうの？だってとかさ、とか言えないでしょ。いや、P 入れるでしょ。P ないんだよ、P 音俺。俺だってこの前渡したよ。本当に？待ってよ。待ってよ、お前。そう。P 音用にっつって。ここダメ。今のやつを使うよ。切り取って。ここダメ。ここダメ。ここダメ。どうした変なこと言って、昨日さ、うん、はっつって、うん、せーの、はい、昨日さ、ここダメ、ここダメ、いいね、いいですよ、いいじゃんって、なんかこれ、軽く聞こえそうな気がするけどね、元が、原本、まあそうですね、原本出そうだよね、そうですね、うん、原本の音量を限りに早く下げて、下げてないね、やるしかないですね、そうですね、うん、いいですね、うん、あとあれだ、関東対関西、あ、そうそう、それして終わるでしょ、ちょうどいいや、うん、関西人、前々回、うん、前々回でも前回がないから前回になるの、まあ、そうだね、うん、ややこしいですけど、ややこしいけど、うん、あれはあれでよかったんで、あれは神様が、うん、これ出し、これあかんやつはって思ったんじゃない、ラジオ聞いてて神様が、あ、これあかんやつはっつってそれ消したんだよ、ね、ああなるほどね、関西のことを批判しすぎた、 あ、 そう、ね、ある意味、あ、そうね、あ、うん、じゃあ関西人は好きなのよ、うん、そうですね、うん、いい方多いですよ、
いや、そうでもない。そういうところからね、盛り上げちゃうんですよ。そうか。それはどうしてか、それだって関西人にいいイメージがない固定観念を与えたのは田畑だからね。あら、なんで？だって田畑が言ってきたんだもん、俺に。よし、聞いてるか。もうぐちゃぐちゃだよ。久しぶり。会ってないよね。よしはいいやつだよ。うん、いいね、あいついいやつだと思う。だから裏が。よし、聞いてるか。悪口言われてるぞ。嘘。関西人は、うん、いい人多い人ですけど、で関東の人だってそういうの言う人いるじゃないですか。いるね。ね、こう、うん、すごくイケイケな人とか、はいはい、いるね。でいるんだけど、関西の人、うん、難しいね。じゃあいいことをあんまし聞かなかったっていうのと、今まで巡り合ってきた関西の人たち、うん、に痛い思いをさせられてるでしょ、俺たち。だからされてない。そうかそうか。俺だけってことでじゃん。すごいじゃあ。料理いや何な？ごめんごめん。どうした？お前がどうしたの？俺が落ちて。なんか売ってないうちだと思ってた。それ落ち着く薬。俺欲しいね。いやいや、ヒョウがさ、要は関西人のイメージが悪いってだけなの話なんだよね。そうそうそう。本当はいいやつもいるのにと。そうですよ。関西の女性とかね、うん、可愛い人多いですよ。そうなの、関西の女の子は全部いい。うん。だから、これも前回言ったんだけど、うん、関西の西と東京の京を合わせれば最強なんですよ。だからちょっと違うって前回説明したんですよ。だから、2回また説明させる？うん、してじゃん。まあ、どうなんだよ。じゃあ、俺の説明からね。うん、関西の西、はい、覚えて、西。うん、西ね。ね、うん、ヒップパフォーマンスですよ、西。いやいや、違います。西ね、うん。あと、東京の京、うん。西と京を合わせると最強。うん、だから、俺は関西人の女の子と結婚する。どうぞ。違うじゃん、最強っていうのは、うん、最も強いと書いて最強と書くんですよ。最も強いと書いて、最もってどういう感じ？最もって、ね、上、火書いて、うん、火書いて、こういう字。最も、うん、検索しなさい！検索しなさい。最も強いと書いて最強なんです最強、うんうん。あなたの言ってる最強っていうのは、東西南北の西。うん、西、うん、西。で、それに、うん、次に関東の東を持ってくるんだったら東京の東を持ってこないといけない、うん、そしたら斎藤な斎藤で斎藤さんだけど斎藤さんだけど俺はできないそれはできないこれだそこでついつまが合わないからあなたの言ってる理論はダメなの、ね、ダメなんですあなたこれを前回説明したんだけど、うん、2回目だと盛り上がらない盛り上がらないじゃあ聞いてる人がでも俺側の人いいんじゃない？ああ関西の斎藤東京の京で最強だ確かにって思ってる人結構いると思うよ。ショウ君、うん、ちょっとどうかな頭おかしいんじゃないかな。ショウ君って頭悪いのかなってね。まあ頭悪いっすよ。いやそのない。頭悪いイメージばっか上げやがって。本当にお前。いいね多分ずる賢い作戦がいいよね。あら。中小で中小じゃないよ、うん、中小俺そのとねずる賢いとか大好きだよ中小中小完全中小あそうね、うん、中小いじめなんか喧嘩されようとしてるよねいやーまあ別に深くは考えないけど今のが良くないななんか喧嘩させようといるよねそのやつだよねいますね自然となんか、まあまあでもまあ関西の人と仲良くなれますうお前最近自分が言ってること真っ向から翻ってるよ今のいやあの女性はやっぱ、うん、アカンとか言われたらこうキュンってきちゃうじゃんそうでしょ、うん、そういうのはあるけど、うん、やっぱりその男性だとそのガツガツする人が、うん、多いね多いイメージと、うん、あとその調子のいいイメージっていうのはあるんですよ、ねうん、それなのだ俺が言っちゃうと、うん、全部抽象みたいに聞こえちゃうけど、うん、言いたかったのそれなの、うん、全くその通りへこへこ、ヘコヘコうん、へこへこって言うのもへこへこって言うのもいいですねいいですねダメダメって言うのそうだそうガツガツってその低姿勢なんですよね最初ね感じ感じでおおきにおおきにねそういうイメージがビチビチやねんそれ説得うんまあそうなんだけどそういうイメージは確かにじゃあ田畑君がそのイメージが8割だとするじゃん、うん、俺は10割なのうん、プラスに増えちゃう完全じゃん、うん、どうしてか分かる、うん、俺の場合はテンションが常に高いんで、うん、関西人から結構対抗されるんですよ、うん、テンションで、うん、そうすると俺の心境からするとお前別に戦ってねえよみたいな、はいはい、めんどくせえよってなっちゃうっていう吉井とのラジオそういう感じだった
そうだね。聞いてる。悪口言われてるよ。でなんかもう昔からそうなんですよ。普通に仲良く話したいのに、はい、なんかもう対抗してくるんですよ。いや単にまだあるのちょっとで対抗してきて、うん、極めつけには、うん、あ関東でも全然いけるよそんなにみたいな、うん、別に俺関東の土俵に上がりたいって言ってないですよねみたいな、うん、そういうので少しちょっとだから女の子がいい、うん、女の子ね、うん、関西のサイト東京の距離最強、うんそうね、未だにわからないでもねあれなんですよ、うんうん何回か2人でラジオやってたじゃないですか、うん、僕は一リスナーとして聞いてたんですよ、うん、あんまりそういう悪口を言うのは良くない、うんうんうん、分かったじゃあ一つだけ言う、うん、悪口と思うお前がいけないこんだけ愛がこもったじゃああの、うんまあ、悪口っていうのはあれですけど、うん、やっぱその自分たちの愚痴を言うラジオっていうのは、うんそうなんだよね。良くない。そうなんだよ。言いたい、うん、言いたくなるよ。言いたくなる気持ちは、うん、もう僕も言ってますし、うん、言いたくなる気持ちはあるんですけど、うん、一人リスナーと筆跡言ってると、うんうん、そんな評価見たくない。そうでしょ。うん、じゃあ見なきゃいい。シンプルやっぱり心が病んでる。心が病んでる。じゃでもね、これはじゃあもう終わりなんで僕言わせてもらうけど、うん、自分を犠牲にしてるんですよ。僕もラジオで関西の人は良くないとか良くないのは言ってないけど、ちょっと合わないなとかそんなこと言いたくない。言うとどうなるか。ね、関西の人が聞いたら何やねんこいつって思われるのは分かってるの。でもそれを犠牲にしてみんなを笑いを取るっていうこの優しさっていうの、もうケンシロウと同じ立ち位置ですよ僕は。もうユリはいいよ。いらないよユリは。だから最後に最後に従れていくわけですよ。最後にユリはいらないよ。いらないね。でもあの時さ確かにもうユリアの時もさあれだけど、どん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 ね。自分の目の前からユリアが連れ去られていってさ、お前は何の話をしてないの？違うのか？キャッチボールができてない。まあまあまあね、流れ的にはね、なんやねん。うん、でも正直本当のことをぶっちゃけると、関西人別に嫌いじゃないです。うん、ただ敵対心してくる人が多かったから、うん、そういう人が嫌だったねっていうだけで、うん、新規でフレッシュで来る人はもう全然もうね、ウェルカムトゥーザパーティーですよ。ウェルカムトゥーザパーティー。ウェルカムトゥーザパーティーですよ。ね、ユベニーインザパーティーです、うん。ありがとうございます。ね、はい。はいまあそういうことで、うんうん、いやしこりが残るラジオで収まりました。いやいやすごいなめそうしてるよ。してる？はい、もうここ立てで今話題の。自分でだ。ここと立てです。そうここ立てね。ここ立てです。うん、この間僕ね生ガキ食べてお腹下しました。生ガキ。これがいいよね。生のガキ天の弱。意味がもうダメ。やんでる。やんでる。ダメ。疲れてるんだよね。疲れてるんだよね。直接した方が嫌ね。ね、うん。寝れないんだから最近。病んでるでしょ。今のわざと。もう何？言うことないの？もうないです。もう今日はねもう。ない。もう今日はねとお前何にも言ってない。あいの手しか打ってない。いや今日はもうほら羽ばたきね、うん、久しぶりなんだから。うん。俺がねいつも干していただいてありがとうございます。そうだよ、ね。うん。いつも干し押しだよね。うん、AKB でいうと。タバ押しだよね。あ、押し面。うん、押し面、押し面。タバタ、じゃんけんで負けねえ、タバタ、じゃんけんぱいわ、負けた。やっぱりあいつダメだわ。諦めたよな。状況が読めない。今どういう状況で、どういう状況で、俺が今どういう状況だったのか。そうでしょ。うん、俺自分の中だけで楽しい。今は僕は田畑くんが武道館の中で、じゃんけんをしてんだね。AKB の中でじゃんけん対決をしてる。今日はお客さんで、僕を押し面なの。うん。で、うん。じゃあじゃんけんセンター取るぞ。タバタセンター、タバタセンター、タバタセンター、じゃんけんぽい負けたって。あいつはやっぱダメだ。そういうことね。そういうことな。結局センターにもなれなかった。なれなかったっていう、ね。それでその時その2012年の戦いだったわけですけど、その時センター取ったのが高橋文友なんです。ああ、なるほどね。まあね。ね。上から文友。上から踏みとそうだよ。上から踏みとっていうね。そう上から踏みともね。上から踏みだもんね。上から踏み。上から踏みね。うん、そうそう。で俺はその時は二人のことを応援に回ろうと思って裏に潜って、うん、モーニング娘。のオーディションに落ちたって、うん、そういうストーリーだったんですよ。ね。うん。疲れた。最後このおっさんたちは何言ってるんだろうっていうね感じもみんな呆れてると思う。そうだね、初めての人のために最後に言うけど、じゃあもう一回簡単に自己紹介して、久々に自己紹介しましょうか。あのパフュームみたいな。パフュームみたいな。パフュームどういう自己紹介だっけ。パフュームうん、ちょっと待ってね、ランダムに回るくるくるくるとか、そういうそういう感じだね。なんだっけ、3人合わせてパフュームですみたいな。エクボは恋の落とし穴、16歳、高校2年生です。特技は体が柔らかいこと。ちょっと待って、トラックメーカー、タバティーです。それだから、俺はパフュームの聞きてんだ、まずパフュームのないよ。
エクボはえぐい落とし穴。なんかエクボはえぐい落とし穴。頭が陥没したまでです。これは2個目言って。OK。泣き飯で甘えん坊のみんなの妹、しおりんこと、しおりんです。16歳、高校生。名前変えなダメ。え名前ひょ、山ひょうりん変えない。ひょうりんって変えなきゃ、最初に言っとけ。じゃあ3つでいい。3つ目でいい。あなたのハートにひらひら舞い降りちゃうぞ。ひらひらひらのひょうりんです。ナイスミーチュー。小指ビーム。そういうことですね。なるほどね。これまあ、昔やりましたね。ふみがむちゃくちゃバッチャに引いた顔してるよ。史上かつてないぐらいだ。徐々に今離れてるからね。まあこういうのもやりましたね、昔。でもこれさ、なんかさ、1年、2、3年ぐらい前にさ、うんうん、そういう紹介することがアイドルのなんか、入り方みたいなイメージなかった、うん、まあ2、3年前というか、まあ結構、最近でもそうですよ。まあそうだろうけど。やっぱアイドルは、インパクトが重要ですから。インパクト、そういうところでインパクトは別にね、出さなくてもね、リンゴだけ持ってずっと黙って立ってたら、よっぽどインパクトありません。違う意味であるよ、ね。まあ映像として残ればいい。あの人なんでずっとリンゴ持ってんの、捨てんじゃん。映像として残ればいいですけど、うん、ラジオでリンゴだけ持ってても意味ないです。いや、いいんですよ。それは周りの MC が、タバリンさん、さっきからその持ってるのって、リンゴだよね、なんで持ってんの、ほらね、インパクトあるでしょ、あの人は常にリンゴを持って A しか言わなかった。そんな自己紹介すげえプラスだよ。そうですね、まあ伝わらないですけど、ね、だアイドル業界の人はもうちょっと考えた方がいいですよ、またアイドル業界の我々敵に回して。もう僕ら生きる場所がなくなりますそれはあなたとあなたが、田畑くんと君くんが僕を止めなきゃいけないですよ、止めたんだけどね、もう36分ですよ、もうやめるけど、あなたたちが止めないから僕が暴走するの。そうだから僕が叩かれないで2人が叩かれればいいよ、このね、ラジオ聞き直した方がいい。僕が何回止めたことか。そう10回はあります。10回はありますか。じゃあ聞き直してみますけど、一つだけ言わして、それじゃ足りないよ。足りない32回くらいやめたらダメかな。足りないよ。そうですね、魔法石32とか僕が知れてんだから。1個100円すんだもん、あれ今。高いね。高いよ、眠いよ。完全に眠いよ。じゃあ終わりにしましょう。ね、いいとこでね。はい。いいとこでね。じゃあ、なんか締めの言葉、ふみ。締めの言葉言って。締めの言葉言って終わりましょう。そっか。じゃあ、な、あいまずだね。謝っとこうか、最初に。じゃあ、ごめんなさい。ほんと。君は今日最初から謝罪しかしてないんじゃないのかな。いや、俺は今日謝罪するために来たんだよ。おお。でしょう。でもね、その言い方、ちょっとあんまり今よくない。あんまり良くない、ね。あんま伝わり方良くない。聞いてる人、ね、聞いてる人は。あのね、謝罪するために来たの今日。まあでも、ばっちゃんもね、その、言われた時の態度も良くないと思うし、久美も言ってるのが、2人とも本当に今のは良くないと思うな。あ、本当。でも、やっぱその2人を否定してる人もあんまり良くないから。そうだな、最終的には俺が悪魔だな。もうダメだ、今日は。ダメだな。どうしよう、このラジオ本当にあげたくねえな。次回はね、天使みたいになって、そうだね、ね、やりますよ、僕、ね、はい、そういうことで終わらせましょうか。はい、もう次回も収録してやってるんでしょう。大丈夫、大丈夫、天使みたいになってる。あ、天使みたいになってるからね。すごいですね、さっき撮ったラジオも終わるけど、さっき撮ったラジオの内容本当にあれですもん、今よりもっともっと抽象的。ギラギラしてる。ギラギラしちゃった。はい、まあ、そういうことで、また今度お会いしましょう。次回の予告ですが、次回はなんと、あの男が。いや、それかもいいよ。被ってる、次。